はい、あの私はホームヘルパーの資格を持っているんですけどこの資格を取る時に実際に老人ホームへ行ってあの実習体験をするんですねその時にずっと寝たきりのおじいさんに「おじいさん聞こえますか?」って何を話しかけても全然反応してくださらなかったのに横で三橋道也さんの歌を歌ったんです。そしたらピッ 目が開いたののであやっぱり歌の力こうやって誰が歌ってるんだ聞きたいなって目を開けてくれたその力に私自身やっぱり歌手歌の道に進んでよかったなと改めて思った時間でもありましたた以上私岩本が感じた歌の力でした。